はい、ルルカです。今回はね、こちらドコモ口座を利用した当行口座の不正利用の発生ということで、こちらね、七十七銀行の公式ページになるんですけれど、現在ドコモ口座を利用して七十七銀行の残高っていうのをね、勝手に出金してしまう、そんな不正利用が発生していますので、そちらに関して今回注意喚起も含めてお話していこうと思います。 NTT ドコモが提供するドコモ口座において不正に盗み出した口座番号やキャッシュカードの暗証番号等お客様情報を利用した当行口座の不正利用が発生しました。現時点で当行のシステムからお客様の口座番号やキャッシュカードの暗証番号等のお客様情報が漏洩した事実は確認されておりません。当行ではお客様の安全を最優先とするため、ドコモ口座で当行口座を登録する際に使用しているウェブ口座受付サービスの利用を本日から当面の間停止させていただきますので、ドコモ口座で当行口座を新規登録することはできません。なお、すでにドコモ口座に当行口座を登録済みの場合、ドコモ口座へのチャージは引き続きご利用いただけますということで、ここだけ読むとね、全く分かんない方もいるんじゃないかなと思います。簡単に説明させてもらいますと、 NTT ドコモさん、ドコモ口座っていうキャッシュレスサービスを展開しています。簡単に言うとペイペイみたいなものです。ちょっと違う部分はあったりとかするんですけれど、分かりやすく言うとペイペイみたいなもの。そんなね、ドコモ口座に関してはコンビニだったり銀行口座からチャージすることによって残高にチャージして、そのチャージしたものを使って電子決済でいろいろなことができます。ドコモ送金って呼ばれるものだったりとか、それこそクレジットカードの代わりに利用することもできたりします。手口としては、今回ね紹介した七十七銀行からドコモ口座にお金をチャージする場合なんですけれど、キャッシュカードの番号と暗証番号のみでチャージすることができます。今回まさかのそのキャッシュカードと暗証番号が流出してしまったようです。どこから流出したのかわかんないんですけど、ドコモ口座を利用することによってお金をね自由に下ろすことができるようになってしまいました。普通であればキャッシュカードの番号プラスアルファね暗証番号が分かっただけでは、銀行の通帳だったりとかね、カードがなければお金が下ろすことができないっていう状態になるんだけど、間にドコモ口座を通すことによって自由にお金が下ろすことができる、やばい状態になっています。ここ最近出ているキャッシュレスサービスであれば、2段階認証だったりとかウェブパスワードとかがあったりするので、暗証番号だけではチャージすることができないんですけれど、ドコモ口座側だったりとか七十七銀行からすれば暗証番号がバレることはないっていう、なんだろうね、ちょっと昔の考えなのかなっていうのがあって、それだけで利用することができるということで、不正にね流出してしまったことによって速攻ドコモ口座を利用されるっていう。でドコモ口座に関しては、一回チャージしてしまうとドコモ送金っていうのを使ってね、いろんな人に送金したり、それこそねセブンイレブンにある ATM からお金を下ろすこともできたりとかしてしまいますので、今回の件に関して犯人見つけるの相当大変なんじゃないかなと思います。ということでね、七十七銀行の口座を持っている方に関してはドコモ口座を使って不正にお金が下ろされてしまっている可能性があります。自分が七十七銀行を持っている方に関しては口座確認してみてください。そこでね、もし使ってもいないのにドコモ口座の文字があった場合に関しては、今回のね不正利用の対象者になるんじゃないかなと思います。対象の方に関してはね、こちらフリーダイヤルの方がありますので、一度ね七十七銀行の方に相談してみてください。なんかねツイッターとかを見ていると、どうやら七十七銀行以外の人でもね、今回の件でなんか不正利用されてるっていう話も出てきています。その辺に関してはあまり多く出てきていないので、真実なのか、今回の件に便乗したネタなのかちょっとわからないで何とも言えないんですけれど、心配の方に関しては自分の口座をね確認してみてください。もしかしたらこの七十七銀行を使ってる方以外にもドコモ口座を使ったね不正利用がされてる可能性もあるんじゃないかなと思います。これ以上ね不正利用されることはないっていう感じで表記はされているんですけれど、実際にはねここにも書いてある通り、もうすでに登録済みということで、このね処理が行われる前に関して登録された場合に関しては自由に下ろすことができてしまいますので、ここから先ももしかしたら不正利用される可能性はあると思いますので、七十七銀行特に持っている方に関しては自分の口座お金がね勝手に引き落としされていないのか確認してみてください。ということで、この別にねドコモ口座自体は悪いわけではないんですけれど、今回みたいなね不正な利用されたことによって、またねキャッシュレスのサービスに関して不信感を抱く方が出てくるんじゃないかなっていうことが危惧されます。非常に悲しいですね。そしてね、最後に一言言わせてください。七十七銀行すげえ言いにくいです。今後もねいろんな動画毎日更新で上げていきますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました。